僕らがこう軽く体が温まって、そしてランニングしに行こうというところ、まだじっくりとストレッチを行って藤川三振です。そして僕らが軽くこう汗を流してランニング帰ってくる頃に小宮山さんはようやく走り出して、まあその当時の年齢的なものもあるかもしれませんが、ただ準備というものはすごかった。さらには現役時代の食生活であるとか、あまりこう生ものを口にしなかったりとか、そういうところでプロのある意味すごさ厳しさというのは見ましたと。最低限のことは、はい、しなきゃいけないというふうに思ってたので、はい、自分でできることはきちんとやろうという、ただそういう考えだけですね。あ、そうですか。まあ、例えば準備せずに何かやって故障なんかしたらこんなバカなことはないので、はい、そういうことしちゃいけないということなので、まあ、若いうちは、はい、パパッとやって動けたりもしますけど、はい、ある程度やっぱ年齢が来ると本当に大変でしたからね、はい、147キロ。さあロッテも当然この後は矢蓋が出てきます。まあ、真弓さん当然、ね、藤川球児投手ももう年齢的にはもうベテランと言われる域に達していまして、はい、いろいろなことに気を使いながらマウンドに向かっていくその準備段階っていうのは、こう指揮官としてどんな風にご覧になってました？そうですよね、本当にあのチームとしてね、はい、一番その欠けたらっていうんですかね、その、はい、まあ、故障したりなんかの形でね、はい、グラウンドに立てないっていうことになれば一番困るんですよね、はい、そういう選手ですからね、もう本当に自分で、ね、自己管理っていうのをしっかりしてくれますしね、本当に多少調子が悪いとかいいとかっていう時でもね、本当にそういうことをこう表情に出さないっていうんですかね、もう常にベストでグラウンドに立ってますっていうようなことを見せてくれますんでね、本当にすごくそのチームとしたらね、ありがたかったですね、はい。グラウンド上では今ちょっとこう控え室のあたりの何か光が何か気になったんでしょうか。改めてプレー再開となります。今日ホームランを放っている今江です。先頭バッター角中は追い込んで最後は沈むボールで打ち取りました。その慣れというようなキーワードもありましたが、はい、今日ここまで140キロ終盤かつての、ね、150キロを超えてくるようなスピードボールではないんですが、はい、ロッテのバッターがちょっとこう牛耳られているような、まあ、そうですね、ロッテとしたらなんとか打たなきゃいけないわけですけど、はい、今日かなり気合が入っているように見えますよね、はい、まあ、もちろん展開から言ってね、はい、そのタイガースとしたらもう点を取られてはいけない場面ですし、はい、まあ、いい形で同点に追いついてくれたということで相当気持ちが乗ってると思いますよ、はい、今日途中出場の平内です。ましてやリーグで普段なかなか対戦しないピッチャーなだけに、めみさん、おそらくロッテのバッターもね、こう面食らうでしょうね。でしょうね。一応ね、スコアラーが、はい、ビデオ撮ったりっていうことでね、投球フォームとかっていうのはビデオで見れるんでしょうけどね、はい、
フォーク連投で追い込みました。実際にバッターボックスに立って見ないと、はい、やっぱり球の速さとか、変化球のキレ、こういうところっていうのはね感じれないですからね。